カービィナイトメア in ドリームランド。さあ、夢の泉の物語かな？よいしょ。ほい、こっち。あれ？あれ？あれ？どうしたらいいのこれ？あ、いけるか？いける？え？あ、よかった。ファイヤー、オッケー、ファイヤ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 ー。いや、すごい。音楽めちゃめちゃいいな。さあ、溶かして溶かして。どんどん溶かすよ、溶かせ、溶かすよ。あ、待って、あれ欲しい。え、これどうしたらいいの？あ、こっちか！間に合い、間に合い、間に合い！あー、ちょっと待って。ナイトメアってさ、音楽めちゃめちゃ好きなんだけど、ナイトメアの音楽。なんかね、前、違う方に、いや、作れたらすごいな、みたいなことをお願いしたときに、いや、これはちょっと、かなり難しい部類です、みたいな感じのことを言われて、まあ、でも頑張ってみますって言って作ってくれたんだよね。だから、かなり難しい部類ってことは、多分、よいしょ。よいしょ。ほい！危ない！ほい、出た。多分、バトルとかにするのは無理なんじゃないかなと思うんだけども、あ、待って、これ大丈夫、大丈夫。ほい！よし。と思っていたんだけども、よいしょ。バトルにできたのかな、もしかして。あのナイトメアを。おお！おおお、なにこれ、すごっ。ちょっと待って、はい、ポンからの、ポン、オッケー。いや、すごい、この曲、いや、演奏がすごいからさ、もっと聞きたいんだけど、ブンブンが弱すぎて、あんまり聞けなくて終わっちゃうじゃん。わ、すごっ。うわー、めっちゃいいな。マントにしてこっち入ろうか。おっと、中間だ。危ない、ミサイル撃ってくる。これは？はいはい。あ、待って、これ欲しい。しゃがむ。危ない危ない。ジャキーンと、ジャキーン。オッケー、いた。いや、曲ちょいいね。ニードル。あ、これニードルか、これ。あー、好き。好き。センスが好き。あ、待って、死んじゃう。危ない。あー、コイン取れなかった。あー。急げ急げ。大丈夫かこれ、大丈夫か。あー、やっちゃった。ニードルのところからやり直してきましたよ。ポイ。ここはコインを即座に取ってすぐに開けて、よいしょ。よいしょ。これコイン取りたいな、取れるか。いや、これめっちゃ難しい。あ、取れた。よし。だけどこっちが今度はハードになる。いけるか。よいしょ。よし、来た。よし。待ってよ、死にたくない。よし。一回ここでしゃがんで、いや、音楽が超いい。おっと、おっとと、なになに？バルーン。あ、これ欲しい、これ欲しい。ポイーン、取れた。あ、ボールか。コピー能力に見立てるのか。すごいなぁ。ここに来てから、バルーンで、急ぐ。待ってよ、コインは取ってから、ここ！うまい！うまい、うまい。急げ。これ急がないとダメなやつだよね、多分。え、あの上、何？左上なんかあったよ。あれなんだろう。待って、コイン。あー、コイン。しょうがない。こっち行こう。え、KDDD。え、DDD、デデデか。デデデか、お前、デデデだったのか。ちょっと待って。あー、待って。あー、ちょっと待って。あ、これちょっと、やばいやつでは。あ、待って。ここにある。待って。こいつがあるから、こいつで、ボン。あれ？オッケー、いけた。ちょ。これどうしたらいいのこれ。痛い。あ、これもしかして、こいつを、かぶって、ぶさ。いや、違うか。まあ、どっちでもいいか、倒せればどっちでもいいか。ボン。あと一回。これあれだっけ？バルーンかぶったら脱げるっけ？あ、脱げちゃうね。脱げちゃうから、やっぱりバルーンじゃ倒せないね。バルーンじゃ倒せないっぽい。ここは食らってしまって、ニードル、せっかくだからニードルで、いらっしゃーい。これで倒すと。さあ、するとどうなる？右に行く。あ、よかった、これでゴール。サンクスって書いてあるね。いや、でももう一個さ、なんか隠しっぽいルートがあったから、そっちもちょっと見てみようかな。行きたいところがあったのよ。左上にさ、一瞬見えた。これよ。うわ、マジで。いや、めちゃめちゃ難しいんだけど、ここでそろそろ、向きを変えて、来た！やった、いけた！あー、やっぱりボーナスだ。春部屋だ、これ。春部屋だ。やったー、春部屋だった。痛い痛い、何すんの。
死んだくない、死んだくない。よし、危ない。いやー、すごいなー、これ。めちゃめちゃ面白いなー。はい、ということで、カービィの夢の泉の物語。皆さんもよければやってみてください。バーサスダークバター、星のカービィ2、ダークキャッスル。さあ、星のカービィ2、懐かしいね。あまりにもプレイしたのが昔なんで、ちょっと動画を見返したりしながら挑んでまーす。よいしょ。音。ほい。演奏があるかな、演奏が。こいつは落としてしまおう、落としてしまおう、ぽい。あ、落とせなかった。しょうがない。あー、これ欲しい。おっと、すごい。音楽かっこいい。あ、これ、ラス面の最初の方じゃないこれ。だよね。これ最初の方こんな音楽だったよね。あー、待って、これ、やばい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 。痛い痛い痛い。でも、コインは欲しい。かっこいいな。あ、ちょっと小学生ぐらいの時かな。だいぶ前に遊んだんで、よいしょ。キノコゲットして上に行きます。いや、カービィもでも曲いいよね、だいたい。よいしょ。よいしょ。危ない。ポン。倒してからコインをゲット。いや、コインはなるべく全部ゲットしたいな。レーザー砲撃つ前に踏んでしまって、ここは引っかかったら何かなる。何もない。うおー、危ない、危ない。よいしょ。ポン。よし。いけたいけた。のこのこちゃんも踏んで、かっこいい音楽が。これラス面のさ、最初の音楽だよね、多分。待って待ってよ。これどうすんのこれ。え、なにこれ。え、おおかっこいい、ジュニアが登場した。あー、足場がだんだんなくなっていくんだ。ポン、踏んで。あ、でも補給がある、補給がある。優しいね。優しい。よし。さあ、あと一回。あと一回。これはでもいけそうだね、いけそう。ポン、オッケー。これでどうなるこれ。あ、なるほど。クラウンが出てきてから上に行くのかな。これさ、下の方なんかないよね。なんかあったりは、いや、ないね、ないね。だったら、クラウンに乗って、この土管に入っていく。いや、曲がめっちゃかっこいい。いや、確かカービィ2ってさ、まだ白黒だったよね。ゲームボーイで、なんかカービィ、星のカービィってさ、コピー能力がなくって、カービィ2ではさ、コピー能力がめちゃめちゃ追加されてて、なんかかなり面白かった記憶がある。あと、リック・カイン・クーといたよね。おっと、なんだこれ。あっ、あ、これダークマダー戦か。ダークマダー戦だね、これ。かっこいい。めちゃめちゃいいな。うわー、好き。すごい好き。待ってよ、ポン。危ない。あ、なるほど。あ、だから剣なのか。そう、あの、星のカービィ2ってさ、剣なのよ。あの、最後の能力が剣なんだよね。あの、虹の剣、虹の剣だったよね。あー、あれ欲しい、これ欲しい。さ、これをゲットして、弓で撃つ。弓の能力も、弓の能力も、このマリオは、このカービィは、弓の能力もあるけど、危ない、痛い痛い痛い。いやー、いいな、これ虹の剣でのバトルを再現してるんだよね、これ。いやー、素晴らしい。あ、痛い痛い、ちょっと待って待って。あー、待って、これどうしたらいいの、これ。死んじゃう、死んじゃう。え、死んじゃわない、これ、大丈夫。え、わかった、これ、時間制限か。時間制限があって、その間に倒さないと、潰されて死んじゃいますよと、多分そういうことだね。じゃあ弓矢とかも使いながら、剣を使いながら、剣と弓矢をめちゃめちゃ使いながら、時間制限内に倒すしかない。弓矢ポン。ポンポンポン。弓矢ポン。弓矢ポン。待て待て待て、ポン。ポンポンポン。いや、でも、剣の方が威力がだいぶ高いか。剣の方がだいぶ高そう。いや、いいな、これ。緊張感あってめっちゃ面白いな、これ。よいしょ、ポン。やった、いけたーこれで鍵をゲットしたので、下に降りていって、ダークマターに勝負する、勝つことができましたと。いや、これいいなぁ。このボスバトルめっちゃ面白いなぁ。いや、そうそう、こういうバトルだったんだよね、カービィ2。オッケー、これで、ここに入ればクリアかな。何これ。土管に入れって言ってるけど、なんかいろいろ探索したい要素がいっぱいあるな。この辺探索しても何もないかな。何もないか。裏に隠せたりもしないし、これは入っていきましょうと。あ、よかった。これで、あ、虹がかかってる。そう、カービィ2ってさ、エンディングあの、虹が、あの、虹の剣で虹を描きながらなんか、ゴールだった気がする。ゴールというか、エンディングか。いやー、すごいね。細かいこだわりがすごくいいね。これ絶対虹だよね。そう、ダークマターは、星のカービィ、星のカービィ2、星のカービィ3もかな。ダークマターが敵のことって結構多いよね。さ、ということで、皆さんもよければ、ダークキャッスル、星のカービィ2のダークマター戦、遊んでみてください。
それではまた次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。